こんにちは、レトスの大野です。4月17日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。正直なところ、4月時点での勉強の仕方で今年の合否が決まると言っても過言ではありません。今月で効率的な勉強を実践できるようにならないと今年の試験に間に合いません。この4月の終わりまでに勉強法を確立させましょう。4月が勝負の時期です。それでは本日の3問に入ります。確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞となる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは丸ですね。確定期限のある債務は期限が到来した時から履行遅滞になります。これは消滅時効の起算点と同じなんですね。なんで合わせて覚えておきましょう。これはもう2、3回出題している問題なので、そろそろ覚えていただければと思います。消滅時効と履行遅滞の起算点の違い、この動画もですね、下記概要欄に URL 貼っておきますので、ご覧いただければと思います。一応こちらにね、お知らせボタンも追加しておきますので、こちらから見れる方はこちらからご覧いただいても構いません。で、確定期限のある債務ってどんなものかイメージできますでしょうか。具体例を一つ考えてみてください。さっと出てこないというのであれば、イメージできていない証拠なんですね。これでは実力はつきません。では一つ具体例を出します。12月31日までに借りたお金を返す義務、まあ、返す債務でもいいですね。これが一例です。12月31日までっていうふうに期限が確定していますよね。返済期限が確定しています。だから確定期限って言うんですね。この場合、12月31日が経過したら履行遅滞になります。履行遅滞っていうのは履行が遅れてますよ、義務を果たす期限がもう過ぎてますよっていう意味ですね。このようにイメージをしながら勉強することによって実力は上がります。イメージできないと試験前になって点数が上がらないっていう風になるんですね。なんでそうなりたくない方、また今年の合格を目指している方は、今すぐ理解学習に変えて勉強を進めていきましょう。単に丸暗記で学習していると、本当試験前になって点数が上がらないってなってきます。過去問の点数と予想模試の点数、これは上がるんですよ。だから多くの方が勘違いしちゃうんですよね。あ、ちゃんと勉強できているって勘違いしちゃうんです。でも実際本試験になると、問題文がちょっとイメージできないとか、問題文がわかんない、頭に入れた内容が真っ白になって飛んでしまうっていう風になっちゃうんですよね。で、それっていうのはもう日頃の勉強の仕方がもう丸暗記学習だからなんですよ。理解学習をやっていれば問題文もちゃんとわかるし、頭に入れた内容も忘れにくくなるんですね。また忘れていたとしても、問題文から答えを導くっていう手法を使って答えることができたりもするんですよ。なので合格点ぐらいは取れるんですね。まあね、40何点とかって言って高得点は難しいかもしれないけども、ボミスをしたとしても合格点は取れるようになりますので、ぜひですね、理解学習に変えていただければと思います。で、問2ですね。で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタン、クリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。そのチャンネル登録の隣にベルのボタンあると思います。そちらも、合わせてクリックしていただいて、すべてのところを押していただければと思います。これで私が動画アップした時に通知が来るようになりますので、こちらもぜひ設定してみてください。で、問2ですね。売主が宅建業者、買い主が宅建業者でない場合の土地の売買契約の売買を行った宅建業者は、売主が37条書面は不要だと申し出てきたので、37条書面を売主に交付しなかった。この場合、売買業者は宅建業法違反となる丸か×かという問題ですね。で、答えは丸です。つまり宅建業法違反だということですね。37条書面の交付義務っていうのは、宅建業者間であっても適用されます。つまり、売主、買い主、双方に37条書面を交付しない場合は違反になるんですね。で、これは定番の引っ掛け問題なので、絶対解けるようにしておきましょう。で、宅建業者間で適用がないものについては、個別指導で解説させていただきます。で、問3ですね。相続により農地を取得する場合、農地法3条1項の許可を要しないが、相続人に該当しないものに対する特定遺贈により農地を取得する場合も、同項の許可を受ける必要はない、丸か×かという問題です。答えはこれ×ですね。前半部分は正しいんですけど、後半部分が誤りです。相続とか包括遺贈、相続人に対する特定遺贈、
これによって農地を取得する場合っていうのは参上許可不要です。一方で今回の問題は相続人以外のものへの特定依存なんですね。これは例外ではなくて原則通り参上許可が必要になってきます。この上記っていうのはこれ例外なんですね。一方で相続人以外のものへの特定依存っていうのは例外に該当しないため原則通り参上許可が必要だということになります。で、このあたりも理解してほしい部分なんですね。なので、個別指導では細かく解説いたします。しっかり理解学習を実践できれば実力上がりますので、理解学習を実践していきましょう。そしてもし、今年勉強して今年の試験、受からなかったっていう方は、理解学習ができていない可能性があります。なので、この動画が終わった後に、別途動画をご用意させていただいておりますので、そちらご確認いただければと思います。個別指導の動画については、左目の動画からぜひご覧ください。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。